あるんじゃないですか。チャイムと共に駆けつける愛の力だって言ってるじゃないですか。いつもお熱いことで、それじゃあお先。先輩、美穂というものがありながら千秋さんをデートに誘うんですか。由美ちゃんと一緒に京香ちゃんのお店に行くつもりだけど。いいけど、どうして。美穂も一緒に行く。千秋ちゃん、お待たせ。あら、ずいぶん大勢ね。みんな京香のお店に行くの。そうみたいよ。団体様ご案内で京香ちゃんも喜ぶでしょ。誠がいないようだけど。たまには誠ちゃん抜きもいいじゃない。トロトロしてると置いていくよ。誠ちゃん、誰かとデートかな。美穂、あんた人のことを詮索しすぎだよ。千秋さんが割り切りすぎなんです。着いたわよ。マリア様、こんにちは。いらっしゃいませ。マコトちゃんの声がする。でも、いらっしゃいませ。やっぱり誠ちゃんの声だ。でも声はすれども姿は見えず。美穂、さっきから何言ってるの。コスプレが趣味なの。違うわよ。今日からこの店でバイトすることになったの。そうなのよ。昨日突然来て雇ってくれるまで帰らないって。甚五郎さんが倒れて京香も大変でしょ。ちょっとでも役に立ちたいの。人件費が経費の中で一番大きなウエイトを占めるのよ。バイトを雇うのも大変だって分かってる。大丈夫よ。時給は500円だもん。500円？それはそれで労働基準法違反なんじゃ。最低賃金が足りない分は教科に勉強を教えてもらうの。
個人教授、十分お釣りが出るわよ。ここまで言ってくれるから働いてもらおうと思ったの。誠、ありがとう。やだな、改まって。美穂は何もできないけど、できるだけこのお店に来ます。お小遣いみんなあんみつに使っちゃう。私もそれくらいしか協力できないもんね。大食いには自信あるよ。お店のレイアウトを考えてあげるわ。風水で店の売り上げも変わってくるのよ。さあみんな、どんどん頼んでね。えい、あんみつ大盛り2杯持ってきて。私、ダイエット中だからいつものサイズのお団子で。ダイエット？それで協力するって言えるの？その分、美穂が食べてくれるわよ。精一杯頑張ります。そうだ、店の隅に占いコーナー作れば若い女性客がぐんと増えるわよ。みんないい子たちね。幸せになれるといいね。でもいいかしら。美穂たち、いつも屋上でお昼ご飯食べてるんですよ。マリア様も一緒に食べますか？私たちはいない方がいいよ。え、マリア様、もしかして先輩に内緒のお話ですか？ちょっと相談があるの。大丈夫、今日は中庭でお弁当食べるからね、美穂、そうしよう。へー、それじゃあコウスケ君、よろしくね。あそこでサッカーしてる人たちがいるでしょ。屋上でサッカーっていうのはちょっと危ないんじゃないかって話が出たのよ。でも
バレーボールやってる子にも注意しなきゃならないし。コウスケくんってサッカーやってたでしょ。じゃあ経験者の意見を聞かせてくれないかしら。そうよね。注意だけ促してあとは自主性に任せればいいのよね。ありがとう。ところでコウスケくんってもうサッカーはやらないの？大学ね。受験勉強頑張って。危ない！しないでよ。これでも5センチ背が伸びたんだからね。コウスケくんと同じ3年生だよ。変なコウスケくん、小学生に決まってんじゃん。コウスケくん、うちのお店に来ない？今日かね、今日からお店で働くんだ。あれ、知ってるの？おじいちゃんのこと。絶対来てね。待ってるから。あ、コウスケくん、いらっしゃいませ。ありがとう。おじいちゃんが京香のために特別に作ってくれたの。大好き。だから一生懸命勉強していい大学に入っておじいちゃん孝行するの。コウスケくん、コウスケくん、気がついた？屋上よ。コウスケくんの頭にサッカーボールが当たったの。ユミが保健室の先生を呼びに行ってるから。失礼ね、
急に太ったりしないわよ。その通りよ。夢の中の私はどうだった？昔のことだわ。人事だと思って。でも店の立て直しは絶対に必要なのよ。なるほどね。子供の頃の京香ちゃんを見せてもらえたのね。いえ、それは恋愛の女神のお導きに違いないわ。きっとそうよ。自分がその力になりたい？力になってあげて。愛に満たされた時、人は笑顔を取り戻すんだから。京香ちゃんも康介くんに心を開きかけてると思うわ。頑張るのよ。本日の格言。愛に満たされた時、人は笑顔を取り戻す。